I will be spilling the tea on some of the latest homebrew news. Homebrew tea. Spilling the tea on the latest homebrew news. で生活するあなたのミーを似顔絵チャンネルに登録された中から選びます。生まれた年や血液型を入力、最大8人まで登録することができます。 Wii の間では現実の世界と同じように時間が流れ、あなたの家族や友人のミーが生活しています。このウィーの間にはコンシェルジュミーと呼ばれる芸能人や著名人などのミーが訪れて、おすすめの番組を紹介してくれます。見るを選ぶとその番組を見ることができます。テレビや広告に携わっている人たちが作ってみたかった新しい視点からのいろんな番組をご提供していきます。見終わった後には家族がそれぞれ評価をつけたり、番組にメッセージをつけて友達や家族におすすめしたり、 DSI 専用ソフトをどこでも Wii の前へ映像を送信して持ち歩くこともできます。また映像の後には Wii の間のパートナー企業が運営する会社の前へ移動することができます。会社の間ではそれぞれのパートナー企業がおすすめする映像を見たり、新発売される商品のサンプルなどがあらかじめ登録した住所に宅配されるサービスを受けたり、実際のお店で使えるビデオクーポンを DSI に送信したりすることができます。 Wii の間のさまざまな機能は部屋の中にあるテレビやカレンダーなどを選んで使うことができます。テレビを選ぶとおすすめや新着を見たり、見たい番組を検索するなど自由に映像を見ることができます。メッセージボードでは過去に訪れたコンシェルジュミーの写真を選んでもう一度訪れてもらうことができます。観葉植物を選ぶとウィーの間のパートナー企業のパレード画面に、プラカードを選べば会社の間に移動できます。カレンダーは365日すべての日にちなんだ記念日や豆知識、
その日のおすすめ映像などを見ることができます。いろいろな映像をお届けする新しい映像体験空間 Wii の間をぜひお楽しみください。
イエンス研究所、通称 TS ラボ。世界中の謎を科学で解き明かすべく研究が行われている。全ては記録され続けている。宇宙はどんな風に始まったんだろう。